突然ですが皆さん、武骨な雰囲気のサイトは好きですか？改めましてどうも島です。今回のテーマは武骨に見せるサイトの作り方です。キャンプで武骨に見せる設営の仕方のコツについて話していきたいと思います。コツとしては大きく2つの項目、外観編とクラフト編でお話していきたいと思います。外観編ではテントやスタイルなど物が揃えばすぐにでも実行できるポイントの説明を、クラフト編では簡単なブッシュクラフトによる武骨な雰囲気の作り出すポイントについてお話していきたいと思います。ぜひ今回のコツを参考にしていただいて、自分だけの武骨キャンプを楽しんでみてください。それでは早速外観編から説明していきたいと思います。外観編のポイントとしては、テントは自然に馴染むカモフラージュ柄を選ぼう、ロースタイルにして武骨感をアップしよう、薪はテーブルや雰囲気作りに活用しようの3点です。まずは1番のテントは自然に馴染むカモフラージュ柄を選べですが、武骨を演出する上で何よりもまず重視すべきことは自然に馴染むことだと思います。いかに人工物感からの違和感をなくし自然に溶け込むかで武骨度合いは劇的に変化します。そのためサイトで一番大きく一番目立つテントは自然色やカモフラージュ柄にして自然と一体化してやりましょう。周りの自然とサイトの違和感をなくしてやることで自然の中でキャンプをしているという武骨感を演出することができるようになります。また余裕があるのであれば色だけでなく形についてもこだわるとより武骨さを際立てることができるかと思います。武骨さでいうとパップテントやワンポールテントが人気ですね。見た目はもちろんですがロースタイルとの相性が抜群でかっこいいを具現化したようなテントになります。機能面やサイズ感、見た目や色など様々なテントがありますので、お気に入りの武骨かっこいいテントを探してみてください。続いて2番目のロースタイルにして武骨感をアップしようです。ロースタイル、いわゆる地べたスタイルやお座敷スタイルと言われるもので、チェアなどは使わずに地面に敷物のみ、焚き火台はより低いものなど、できる限り地面に近い位置でサイトをまとめ上げてやりましょう。そうすることでより自然との一体感が生まれ、ワイルド感が増し武骨な雰囲気を作り出すことができます。1番でも言ったように、いかに人工物感をなくし自然に溶け込むかで武骨度合いは劇的に変化します。ロースタイルといってもただロースタイルにするのではなく、グランドシートはカーキ色のものや麻袋にする、敷物はウレタンマットではなくウールブランケットにするなど、なるべく自然と相性のいい色や素材のものを選ぶことで武骨感をアップさせることができます。最後に3番の薪はテーブルや雰囲気作りに活用しようです。皆さんは薪を焚き火の燃料としてしか使ってなかったりしませんか？正直それはもったいないです。薪こそまさに自然物そのものです。あえて見えるように置いてインテリアとして活用しましょう。例えばもし今使っている小型のローテーブルがあるのであれば、それを薪に置き換えてみましょう。テーブルを薪に置き換える、たったそれだけで武骨感は結構増しますので試してみてください。また余っている薪があるのであれば、焚き火台の横にそっと添えてやりましょう。たったこれだけの簡単なことですが、サイト内に自然物を入れるだけで簡単に雰囲気を出すことができます。ということで簡単ではありますが外観編の3点は以上となります。外観編に関しては物が揃えばすぐにでもできるようなものなので、気になったのであればぜひ参考にしてみてください。基本的には自然に馴染む色や素材を選んで、ロースタイルで地球と仲良くなって、できる限りサイト内に自然物を配置することを意識するとサイトにまとまりができて武骨な雰囲気になると思います。ぜひ試してみてください。それでは続いてクラフト編です。クラフト編のポイントとしては、テントポールは木で作ろう、ランタンハンガーをクラフトしよう、リフレクターをクラフトしよう、トライポッドをクラフトしようの4点です。ここからは簡単とはいえブッシュクラフトになりますので、キャンプ場によっては素材がなくて試せないということがあるかもしれないです。ただ試せる環境があるのであれば、ぜひ試してほしいという内容、かつ実行できれば武骨度合いは爆上がりするものばかりですので、ぜひ挑戦していただきたいです。まずは1番のテントポールは木で作ろうです。これは長くて頑丈な木が1本あればすぐにでもできますので、まず最初に試してほしいです。ポールを木に変えるだけなんですが、本当にびっくりするぐらいサイトの印象が変わります。
ブッシュクラフト初めての人はもうこれだけで満足できるぐらいの雰囲気に変わります。僕は最初めっちゃ感動しました。加工自体もテントやタープのループに通るように木の先端をナイフで削ってやる程度なので非常にお手軽です。多少いびつな木の方がより武骨に見えたり、ランタンを引っ掛けられる凹凸があったりするのでおすすめです。これに関してはもうとりあえず騙されたと思って試してほしいです。本当に感動するからぜひやってみてください。続きまして2番のランタンハンガーを作ろうです。これも超絶簡単ブッシュクラフトで雰囲気も出せるおすすめのクラフトです。ランタンハンガーなんてかっこいい名前で呼んでますが、 4,50 センチぐらいの長さの先端が二股になっている木を拾ってきて地面にぶっ刺すだけです。要はランタンが引っ掛けられればいいので、ちょっと長めで二股に分かれている木であれば何でもいいんです。ただこんな簡単なものですが、あるとないとでは雰囲気がガラリと変わりますので、ぜひクラフトして自分のサイトを彩ってみてください。ちなみにランタンはオイルランタンをおすすめします。オイルランタンは見た目もさることながら、あの灯火とブッシュクラフトとの相性が抜群で無骨さが3割増しになります。続きまして3番目のリフレクターをクラフトしようです。まずそもそもリフレクターって何ぞやって人のために簡単に説明しますと、この写真のこれのことです。要は焚き火台の前に作る壁のことで、風防の効果や反射熱を利用した暖房の効果を得ることができる優れものです。リフレクターは少し本格的なブッシュクラフトになりますが、これぞ武骨サイトという雰囲気が出せるようになりますので、ぜひ試していただきたいです。見た目もかっこよくなり、焚き火も快適になる一石二鳥な武骨クラフトなので、武骨サイトに憧れる方はぜひ挑戦してみてください。リフレクターの組み方については前回の野営キャンプ動画で説明していますので、よければそちらも参考にしてみてください。初めて自分で組み上げた時の達成感と見た目のかっこよさには感動を覚えますので、ぜひ。最後の4番はトライポッドをクラフトしようです。トライポッドとはキャンプで使う三脚のことで、ダッチオーブンやケトルを吊るして調理をしやすくするための道具の一つですね。こんなやつです。このトライポッドですが、長めの木が3本あれば現地で簡単に作ることができて、何セットか作ると様々な活用方法ができる便利なアイテムなんです。例えば2セット作って間に木を1本通してやると、ポットハンガーやリフレクターなんかも作れたりします。小さめのやつを作ってギアハンガーにしてもいいかもしれないですね。これだけ便利な上、見た目もかっこよくて武骨を演出してくれる便利アイテムですので、作り方を覚えておいて全く損はないと思います。おすすめです。ちなみにこちらのトライポッドについても前回の野営キャンプ動画で作り方の解説をしていますので、ご興味ある方はぜひ見てください。以上がクラフト編のコツ4点となります。クラフト編についてはブッシュクラフトになり敷居が少し上がるような気がしますが、やってみると案外簡単にできちゃったりしますので、まずは挑戦してみてください。テントポールやランタンハンガーなど簡単なものでもサイトの印象は大きく変わりますし、ちょっと頑張ってリフレクターを作っちゃった日なんかにはもうドヤ顔必須です。この動画を見てくれているということは、少なからず武骨やブッシュクラフトに興味がある方だと思います。気持ちが向いているのであれば絶対に後悔はしませんので、すぐにでも試してみてください。ぜひこの動画を参考にしてブッシュクラフトライフを一緒に満喫しましょう。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。どうでしょう、何か一つでも参考になるものあったでしょうか。もしこの動画が参考になったのであれば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。